ブッチャは、イタリア共和国フリウリ・ベネツィア・ジュリア州トリエステ県にある人口約1万3000人の基礎自治体。トリエステ市からトリエステ湾を挟んで南へ約 5km に位置する海沿いの町で、県内ではトリエステに次ぐコムーネ人口を持つ。トリエステ県南西部、トリエステ市の南に位置するコムーネで、北にトリエステ湾に面し、南にスロベニアと国境を接する。ブッチャの町はトリエステ市中心部から湾を挟んで南へ約 5km の距離にある。また、スロベニアのコペルからは北北東へ約 7km、クロアチアのリエカの北西約 61km の距離にある。北と西を海に面した東西に長いコムーネは 7km 以上の海岸線を持ち、海沿いに道路が走る。隣接コムーネ隣接するコムーネ、及びそれに相当する行政区画は以下の通り。括弧内のスローはスロベニア領を示す。内陸には丘陵が広がる。ブッチャの地には紀元前8世紀紀元前7世紀頃に砦が建てられた。紀元前178年から177年にかけてこの地を征服したローマ人はカストルム・ムグラエという集落を作った。西ローマ帝国の崩壊後、この地は、東ゴート王国、ランゴバルド王国、東ローマ帝国、アバール人、フランク王国などの統治を受け、931年にイタリア王ウゴによりアクイレアの総大司教に寄進されてその司教領の一部となった。現在のブッチャの中心集落は13世紀に作られた。現在見られる聖堂や市庁舎はその後の時代の再建を受けているが、その最初の施設はこの時代に建設されたものである。1420年には、ベネツィア共和国の統治下に入った。1797年のベネツィア共和国滅亡後は、ハプスブルク君主国領となり、工業、造船の都市として発展した。第一次世界大戦後は、イタリア王国の領土となった。第二次世界大戦後は、トリエステ自由地域の一部となった。1954年、トリエステ自由地域が解消され、イタリアに編入された。イタリア王国時代にイストリア県に所属していた、町村の中で唯一イタリア領に残ったコムーネである。ブッチャは、以下の分離集落から構成される。地名は、イタリア語名、スロベニア語名の順に表記している。町の東部には、トリエステから南下する国道 SS15 が走り、スロベニア国境を越えてコペルの町に通じている。ブッチャのパノラマ。ありがとうございます。